はい、どうもショータイムゴルフです。おはよう。あからさまだな、お前は。すごいと機嫌いいよね。ドライバー、ドライバー。工房の依頼とか来たの？あ、なんかね、何回かシャフト頼めますかとか、うん、シャフトいくらですかとか、うん、まあ、実際仕事になってんのはないけど、うん、結構質問はある。お、いいじゃん。おかげさまでありがとうございます。いいじゃん、いいじゃん。皆さん、軽いノリで連絡ください。軽いノリ。4ホール？5ホール？498ヤード、パー5。土手にキックしてちょっと下まで落ちました。打てそう？打てそうです。いやいや、こんだけ T 前だったらそんなにね。なんでこんなに T ばっかりするの？こんなに T 切りたいの？上からやってます。何でしたの？何でしたの？土手あたりですね。疲れたね。雨は答えるわ。答えますね。もう年取ってますからね、僕ら。世の中の男性に怒られる。年だよ。20代半ばとか前半ってピチピチだから。僕まだ21なんです。ピチピチ、ピチピチだって。ピチピチだって。23だから。俺ね、浅地くんの年までに結婚するのが夢なの。25歳。25までに結婚する。まあ、21か2かそのままだ。今年の3月で22になります。余裕だ。3年満足。240ぐらい、ピンまで。スプーン、どっからスライス超えろ。あ、バンカーです。手がかじかんでどうにもならないでしょ。バンカー入って一度スプーンですか。バンカー入れば参考。スライスかけるイメージ。軽すぎると多分飛ばないやばい。池です。池です。お疲れ。スプーン。あ、これいいんじゃない？うまいよ。うまい。うまいうまい。これですね、伊藤くんの。サブちゃんダーツ企画やろうよ。いいよ。許可取ってきたから、店の社長に。
やっていいっすかそれ、いいよって言ってた。マジで。お金はっつってたらいらないって。マジで。普通にご飯とあれしょって飲んでくれんでしょってこういう普通に飲みますって。もういいよ。おお。全然なるでしょ。シャチです。そう、ゴルフできないんでね。ゴルフできない。そういうところで。そういうところで撮影していかないとちょっとストック持たないんで。ストック持たない。あった。マサジ君のっすかねこれ。マサジ君のボール。あれボール拾うの持ってこなかったの。ここにあるよ。後発で。おお、うまい、ナイスです。50ヤードとかってどういうイメージで振ってるんですか。まあ打ちたい球と、はい、そのどれぐらいに落とすかっていうのを考えて、はい、構えを決めて、はい、構えを決めたらその落としたいところに向けて、はい、クラブを距離感とか感覚、距離、まあ今日そこは感覚、感覚ね。うん、あ、まあまあまあ、何度で打ったの。50人水でえぐれたとこだったから。ああ、しょうがない、ね、プロでしょ。パーの取り方分からないし。困るよそういうの。簡単でしょこれ。簡単。うん、5、8で。ゴー！跳ねたよ今。惜しい。ナイスパー。入ったでいい。ダメダメ、入ってないもんだって。跳ねたもん、今入ってたもん。パー取れたじゃん、でも。やった。やったやん。念願のパー。念願のパー。カップギャフックですよね。サジ君のパーパット。4、5メートルぐらい。フックなんだね。フックだね。あー、ボギー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 。イーグルパット、これ決めてよ、これ初イーグルなるか。うわあ！マジで。よけたよ。入ったと思ったよ。めっちゃ良かったでしょ。ああ、行きたかったから。うわっ。ああ、当たるわ。お客さん今いくつ？え？ファイブオーブ。おっしゃおっしゃ、2打差まで来た。ファイブオーバーも打ってるよ。スコア隠しといて。出さないでおきます。スコアのとこピー。スコアピー。343ヤード。パフォ。よいしょ。珍しくはすぐ行った。よいしょ。このホールいつも右なのに。ナイス。やっぱバーディーはいい薬です。あ、それであの夏に。そう。夏のためにバーディー取らないで。あ、そういうこと。俺と違って。
これは冬に量産して夏に撮るカットカットね。あー、捕まってる。ピンが悪くないな。いやめっちゃいい球。いい球。ナイス。すげえ。フリックですか。スプーン。スーパー。もう一回。スプーン。ショートさん。はい。はい、カメラトゥカメラです。今日はカメラマンです。キイチ、映っとくか。はい。佐藤キイチくん。いつもは野本一平くんってね、この前工房の時に、あ、こいつのクラブも作ってたんですよ、あの時。ね、彼、後輩めちゃめちゃ恥ずかしいんですよ。こいつですか、うん、いや、0円あの、プレゼント企画と一緒。じゃあ俺も0円でお願いしますよ。いや、おかしい、おかしい。アイアンもお願いします。何がアイアンもお願いしますお前。何調子乗ってんだよ。お願いします。本当ここの練習生すぐ調子乗るから。アイアンもお願いします。すぐ調子乗るから。いいけどね、僕もこのキャリーやるんで、あのアイアンお願いします。何言ってる。僕もカメラマンやるから。何言ってるのかな、本当。あまりいい。え、なんでそんな映りたくないの。恥ずかしいらしいっすよ、ショウさん。何言ってんすか、こいつ。俺だって恥ずかしい。何ねえ、ショウさん、どんだけ恥ずかしがりやなと思ってんの、もともと。ねえ、全然喋んないよね。ああ、カメラ回ってない時の方が全然喋るよね。ああ、皆さん、ショウさんなんか静かなイメージありますけど、全然静かじゃないですから。静かですよ。寡黙な人間ですよ。何言ってんすか、本当。陰キャですよ、僕は。どこが陰キャなんだ。 YouTuber ってそんな感じなんですね。 YouTuber ってこんな感じっすよ。ね、なんか俺ら有名になっちゃったよね、ちょっとね。わさじくんより有名だもん、ね。うん、そう。わさじくんと朝練習場にいたら、わさじくんツアープレイヤーで賞金シード選手なのに、わさじくんに気づかずに俺とてるきくんだけ気づかれる。視聴者がね、どっかで見たことあると思ったら、ショータイムゴルフかって言われた。わさじくんは仕方したんすか。わさじくんは全く何も言われなくて、なんか俺ら申し訳なかった。片やね、ツアーで賞金で生活している人たちとね、ね、日々遊んでるだけで。ミートっすかね、片や。いいんですかね、僕らそんなんでね。あ、ですけど。浅地先輩ある前歩いてますけどね。でもうまいっすね。心悪口じゃない。悪口じゃないです。朝、浅地くんが前で打ってるのに、僕らだけ気づかれたって話をしてたんで。ちょっとまだ全然ダメみたいな。そんなことないですよ。賞金シードですからね。今年の抱負と今年の目標。うん、目標。今年はね、はい、そうですね。まあ優勝を目指して頑張ります。今年の使用級は例年はプロ V1X だったんですけど、今年からプロ V1 らしいです。V1 らしいです。次の試合は。次の試合は刀剣本命とカップです。4月までじゃない。4月までないです。3月本当に合宿お願いできるんですか、ここで。やりますか。じゃあその時はショータイムゴルフを撮影に。そうだね。いいんですか。来ていただいて。しましょう。やりましょうね、合宿。いいんですか。はい、夜の合宿の方も。ありがとうございます。はい、いいですか。夜の合宿の方も。夜もちょっとご指導、ご指導ちょっとご指導いただいて、夜の方も。そうやね。やった。4月まで何してるんですか。4月は来明日から沖縄行きます、はい、あ、本当ですか。キャンプですか。キャンプ60 5人 P、 はい、 P で。左手前。あと何番ですか。102 5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 2
いい感じ。あ、ナイスです。93、5パGoPro のこの棒あるじゃないですか。これいくらだと思います？8万なわけねえだそうですね、9000円すんで。そんなすんのこれ。8万って言ったら安く感じちゃうじゃないかお前。9000円安いじゃん安いじゃん9000円もすんだよこの棒。俺さ、ショータイムゴルフロッカールームのためにさ、 iPhone 用の三脚買ったんですよ。いくら？いくらだと思います？2000円ぐらい。あー、ぴったり2000円ナイス、さすが。ね、俺ちゃんと編集のために MacBook 買ったんですよ。いくらですか？いくらだと思います20万ぐらいじゃないですか23万いいとこ、いいとこ。バカですねほんと編集だから、編集。何番で？58で。ちょっとむずいね、これ。どういう感じでいくの？いやもうライがライなんで、ちょっとダフってでもエッジまたいだところに落ちればいいかな。ギリギリに落とさないとね。お、あ、ちょっとね、落とし場所が。登って下ります。最後下ります。もう大丈夫。え、ちょっと待って、チーンって感じのパッになっちゃった。大オーバー。3メートルぐらいのバディバット。消えちゃった難しいっすよ全然。ちょっとフッカーとイメージ通れなかった。これ6-1だったらやばいっすね。うまい、うまい、ナイス。さあ、どっち？どっちなんだろうね。どう？ダイヤモンドカップ最終日。カップ外せないでしょ。終盤。フックなんですけど、カップ外せない。こんな感じです。うわ、めっちゃ切れた。ああ、もう。優勝戦線から外れましたね。外れましたね。いつでも外れてるよ。伊藤選手。今日何個目のボギーか分かりません。昨日までのゴルフは何だったんですか。昨日までの貯金全部使い果たしてしまいましたね。